西川貴教のちょこっとライト日本。こんばんは、西川ちゃんです。そして今週のチョコナイポンは毎日この方たちと一緒にお送りしてまいりました。ご紹介しましょう。どうぞ。スーメタルです。ユイメタルです。モアメタルです。私たちベビーメタルです。よろしくお願いします。ということで今週はこのコーナーを送りしてまいりました。西川ちゃん VS ベビーメタルでメタルめくりトーク。さあ、スタジオの机の上に様々なメタルのジャンルが書かれたカードがご用意されております。ベビーメタルにみんなに好きなカードを指定してもらって裏に書かれる質問に答えてもらおうというコーナーでございます。お願いします。何がいい？デスメタル。ああ、まあまあね、そうだよね。これ選んどこうか、ね、西川ちゃんに質問相談したいことはありますか？なんかある？でもこの間ミュージックステーション見ててすごいなって思ったのは、なんか風に向かって歌ってたじゃないですか、はいはいはい。なんかよくそのだって喉枯らすためのものっていうか、なんでよくその状態で歌えてるなって、まあね、屋外とかで歌うと結構辛いよね、はい、外からの風とかってさ、はい、よく悩みとしてあるのは外で歌ったりとか、はい、まあ、風とかあれで歯茎から唇が降りてこなくなったりとかこういう状態ね。唇が歯茎に乗っかった状態でなかなか降りてこないで、最後ね、曲の終わりぐらいとかでこうなっちゃったけど、もう全然決まらなかったりとかすることがあったりとかして、悩むことはあります。みんなもね、じゃあぜひよかったら、これからベビメタちゃんのほら、ビデオとかさ、次の曲とかで、なんかもうビデオある時に、次風使って、もう全然全然存分にやっていただきたいので、ね、3人とも髪長いし、ちょうど。動くよ、かなり。こう、それを使って、髪のこうね、髪がこう、顔に被ったりとかするのが、こう、セクシーに見えたりとか、可愛く見えたりとかするので、おすすめしますので、ぜひやってください、ね。しかも、ヘドバンしなくても髪揺れるしね。ああ、そうだね。そうだね。あ、でも、だからほら、ちょうどさ、二人こう、振りの途中でさ、お立ち台に立ったりするじゃんか。はいはい、あの時に下にこう、ちょっと仕込んだりとかするだけでも、衣装がちょっと動いたりとか、いいね。それに照明がついたり、あと CO2 ってスモークみたいな出るやつあるじゃないですか。ああいうのあると、すごくこう風が動いてるのが見えて、立ってる時、だからもしね、自分たちこれからほらワンマンとかもあったりするじゃないですか。武道館もあったりとかするし、ああいう時とかに下に照明入れたりとかするとすごいかっこいいよ。やってみてください。はい。はい。いやー、ということで、一週間あっという間でしたけれども、はい、どうでしたか？ちょっと番組来ていただきました。短い時間でね、はい、毎日出ていただきましたけれども。いやー、ラジオになかなか普段出ないので。うん、そっか、うん。そうですね。なんか、すごい緊張しました。どういうこと話せばいいのかな、みたいな。全然。でも、すごい楽しかったです。本当、はい、またよかったら遊びに来てください。ぜひ、お願いします。せっかくなんで、もうね、この一週間でね、ベビーメタちゃんにファンになったっていう人も多いと思うので、せっかくですから、ちょっとお知らせの方お願いしてもいいですか？はい。2月26日に私たちのファーストアルバム、ベビーメタルが発売されます。はい。はい。そして3月1日、2日に武道館でライブをさせていただきますので、皆さんもしよかったらぜひ遊びに来てください。ねえ。最年少最速記録みたいな感じで武道館やるんじゃなかったっけ？そんな、なんかね。最年少です。だよね。はいはい、すごいなぁ。いやーでも、もちろんアイドルとして可愛いから好きみたいな人だけじゃなくて、音的にもね、すごい生のバンドで音にこだわってね、やってたりとかするし、ちなみにうちの後輩がお世話になったりとかしているので、はい、すいません、もうよろしくお願いします。もう本当に仕事を与えてください。ということで、それじゃあベビーメタルのみんなとは最後にこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。曲の紹介、じゃあ最後にお願いします。それでは聴いてください。ベビーメタルで、いじめ、ダメ、絶対。ベビーメタルのみんなでした。ありがとうございました。ありがとうございました。西川貴教のちょこっとライト日本。